実質的には2分戦。5番の深瀬、前受け突っ張ってくるか、動いたのが船山、中段は変わらず北川文部です。残り2周、船山の上昇、深瀬がここは車を下げる。7番車の船山が叩いていきまして、5番の深瀬3番手なんですが、すかさず近畿勢が追い上げてまいりました。やはり中段は譲れません。2番車の北川、北川が3番手に入って、この後ろは6番車の大井がつけています。近畿勢はまず中段を確保、あとは人気を集めた深瀬が5番手、ここから巻き返していく。気づいた船山、船山と5番の深瀬の踏み合い、外を通って、ここは深瀬のスピードがいい。マーク陣4番の畠山が離れた。残り1周で7番車の船山がこれは番手にはまる好展開になりました。さあ5番車の深瀬が丸腰先行、2番手に収まったのが7番車の船山、そして3番車の松根慎です。あとは4番手、2番車の北川に6番車の大井、一本棒で最終バックを通過いたしました。逃げる逃げる5番車の深瀬隊が2番手差を詰めていって、7番の船山逆転なるかどうか。逃げ粘る深瀬、深瀬先頭で押し切ったか。